皆さん、おはこんばんちは、エンターテイナーなべです。さあ、本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。じゃあ一応セーブしていこう。戦闘。よしか。時間はあるんで、まあ、なるべく早い方がいいんだろうけど。いろいろ使えるね。やりましょう。やり方はちょっとちゃんと勉強しなかったんで、やり直しました。
自己修復モードっていうのを何回か発動させないといけないみたいなんで、まあ、とりあえず適当に HP はまず削る方向で、とりあえずダブル、HP が、8割程度になるとダウンして修復モードに入るみたいなので、それを利用して、で修復終わるたんびに HP マックスまで回復するんですけど、5回倒れると、この自動修復モードっていうのは壊れるので、でその壊れたらもう一気に破壊しにかかると。でこうなってる時にはまたこれするとちょっとめんどくさいっていうか、もったいないので、修復するの待ちます。時間はギリギリ間に合うと思う。待ってれば早い。よし、で起き上がってきたら殴る。でまた待つ。これ2回目だね。3回目。
周あたり1分あたりか。これで5回。で、次はもう復活してこないはずなので、一気に倒してしまいたい。もう倒れたくないね。あと5ターンくらい使えば倒せると思うので一気に。あと残り多分 HP3000 くらいかな。多くても6000ないくらいだと思うんで、別にね、サンダーが弱点、まあ、弱点は弱点なのかな、1.5 倍くらいになると思うんだけど、他の属性あんま入んねえよ。あとはまあ、何らかの方法で上位の魔法とかがあればいいんですけど、普通にプレイしたらね、手に入らないんで。残り15分あれば十分脱出できるでしょう。いいね。まあ、できればこれじゃないのが欲しかった気もしますけどね。よし。せっかくなんで。カードはまあいろいろ
収集するのにね、必要になると思うので、ジャンクできる。オッケー。あ、あとはガンガンに行きます。あいつまだ追ってくるんじゃなかったっけな。まああいつでね、AP 稼ぎしたりもする場合もあるんですけど、まあそれをね軽々できる順、状態じゃないんで、1回戦うのに10分かかっちゃったしね。今あと逃げたいと思います。できればフォースの腕輪じゃなくて、パワーリストとかね、こっちが欲しかったな。力とか魔力のやつ。あ、そうそう、一応戦闘回数もね点数に含まれるので、なるべく余裕がねある限りは戦います。結構出るな敵。逃げたくないんすよ。確か逃げるのを減点対象になった気がするんで、逃げたくないんすよ。出てこねえな。なんかまあ襲われてはいるんだけど、なでっけえの来ねえから平和だ。ガンブレード、アタックの瞬間にね
自分で R1 ボタンを押すっていうのがなんかこう引き金引いてるみたいでちょっと気持ちいい。さあ早く。でっかいのを残してくるとね、ここでキスティ先生が奇獣使って破壊してくれるんですけど、自分で倒しちゃったからね。どうだった？みんなでアルナ足を引っ張り上がる。まったく班長ってのは大変だぜ。無事？お疲れ様。サイファーは？日が暮れるまでにガーデンに戻ること。それまでは自由行動よ。じゃ、解散。オッケー。はい。あ、おい！またやられた、お得意の個人行動。仕方ない。歩いていこう。おい。じゃ、とりあえず今回はここで、外でセーブして、終了にしたいと思います。まだせっかくだからね、ちょっと、あれか。あれ読もう。月刊武器3号。まあ、基本装備だね、これはね。うん。基本装備だ。まあ、これもね、どんどん増えてって、作れるものがどんどんね、増えていくと。レンタカー屋さんもあるんだけど、まあいいや。はい。さて、ではね、時間かけてしまったんで、制限時間に関わるイベント、だから、得点は多分減っちゃったと思うんですけど、まあ、その代わり、でっかいモンスター、倒したので、まあ、十分、100点満点取れてると思うので、まあ、ちょっとね、一回サイファーに話しかけてしまったのと、微妙に多分、減点要素いくつかあったかもしれないんですけど、まあ、これがね、どう響いてくるのか、それまた、いずれわかるでしょう。では、ファイナルファンタジー8実況プレイのパート6、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また行けるな。